はい、ということで本日は久々にこれから RC カーを始めようかなとか、始めてみたけどよくわからないなとか、そういった方々向けの動画、メカ類についてお話していこうと思います。これがですね、本当にややこしくて、それぞれにいろんな種類があるので、結構本気で勉強しないと、何を基準に選んだらいいのかとか、どれがいいものなのかとか、全然わからないんですよね。そんな私もまだまだ勉強中ではあるんですが、このメカ類について少しだけでも分かると、メカの選び方だったりメカ類のこだわりっていう部分も楽しめるようになってくると思いますので、今日はそんな RC メカの基本的な部分を一緒に勉強していきましょう。はい、ということでこちら RC カーを用意しました。 RC カーが遠隔で操作できる理由っていうのは皆さんご存知の通り、そして名前の通りで、ラジオコントロールシステムによるものですね。なのでプロポからの指示を電波によって受信機がキャッチし、各部に指示を出してくれることで動いています。しかし昨今のプロポはラジオ電波ではなく Wi-Fi に使用されているのと同じ 2.4GHz 帯になってますので、ラジオコントロールとは少し違うのかもしれませんね。余談でございました。ということでシャーシー見ていきましょう。まずはプロポからの指示をキャッチする受信機。プロポには独立して指示を出せる数を意味するチャンネル数というものがあって、 RC カーの場合基本的にはステアリングとスロットルを各1チャンネルずつ合わせて2チャンネルあれば操作可能です。これが高性能なプロポだとチャンネル数も増えて10チャンネルとかすごくたくさんの指示を出せるようになって、アイデア次第でいろんなギミックが遠隔操作可能になるっていうのが魅力でもあります。例えばこれ、グラスホッパーをカスタムしたマシンなんですけど、これの場合はステアリング用ではないサーボを一つここに増やして、スロットルと連動してウィングが可変するように作ってあります。こんな感じでチャンネル数が多いとアイデア次第でいろんなことができるようになるんですね。そして今度は受信機からの指示を受ける側、まずはステアリングを動かすためのステアリングサーボ、それからバッテリーの電源を受け取ってモーターの回転速度を制御してくれて、そしてベックという回路を通して受信機やサーボに電源を供給する役割を持つ ESC。 これ映像だとちょっと分かりにくいと思うんですけど、こういった感じのものですね。バッテリーから電気をもらうための配線がプラスとマイナスで2本、モーターに電気を送る配線、これはブラシレスモーター用の ESC なので配線が3本ついてます。で、受信機に挿して電源を供給するのと同時に指示をもらうための配線がこれですね。このメカ類が揃って初めて RC カーはプロポの操作で動くようになってくれるというわけですね。今回はこの中でもサーボ &ESC 重視でお話をしていこうと思います。が、その前にプロポについてなんですが、これもたくさん種類があって、ざっくりお話しすると、プロポはこういったホイラープロポと呼ばれるタイプとスティックプロポと呼ばれるタイプがあって、 RC カーではホイラープロポを使っている方の方が多い印象ではありますが、お好みで選んでいただければと思います。このプロポを選ぶときに、まずは楽しく遊ぶだけっていう方でしたら手に取りやすい価格のプロポでも十分楽しめて、むしろ液晶がない分取り扱い時も気兼ねなく楽しめると思います。ただレースにも出たいとか、趣味程度だけどサーキットも走らせたいので高い操縦性を求めたいという方は、双葉さんや三和さん、京王プロポさんなどの本格プロポを選ぶのもいいかと思います。手に取りやすい価格のものほど設定や調整機能もシンプルで分かりやすい反面、走行性能や走らせやすさに関わる設定項目が少ないので、より高い走行性能を求めると少し物足りなくなる一面があります。しかしですね、まずは RC カーを走らせてみたいという方や、公園や空き地などの許可された場所で自由に走らせるのであれば、もちろん十分楽しめます。そして金額が高価になるほど、先ほどもお伝えしたチャンネル数が増えたり、解像度が高いって言えばいいのかな、操作に対してより繊細に反応してくれたり、ステアリングやスロットルに対する反応の仕方とか、とにかくたくさんの設定項目があって、自身のドライビングスタイルに合わせて設定調整ができるようになります。さらに高機能なプロポにはテレメトリーっていう機能もあって、センサー類を車体側に取り付けて受信機にも接続しておくことで、受信機もプロポに対してリアルタイムに情報を送り返してくれて、プロポ上で温度だったり電圧だったり回転数とかを確認できるっていう機能がついてたりもします。
で、このプローポを買うとき、基本的にはプローポと受信機はセットで販売されていて、双葉さん、三和さん、KO プローポさんなどのプローポメーカーの製品の場合は受信機単体でも購入できます。なので今後 RC カーを増車するぞって思ったときには、プローポに対応する受信機だけを購入することで、すでに持ってるプローポと通信させることができます。しかし必ずプローポに対して対応している受信機を選ぶ必要があって、例えば三和のプロポだけど双葉の受信機を使いたいっていうのはできません。そして同メーカーのプロポ受信機であっても対応しない組み合わせが中にはありますので、説明書やホームページなどでお手持ちのプロポに対応する受信機を調べて確認してから購入してくださいね。そしてプロポ&受信機以外にもサーボと ESC もセットになって販売されてる、これから始める方向けのセットもあります。エントリーモデルプロポと各メーカーがセットになったタミヤさんのファインスペックドライブセットや、双葉さんの 3PV レーシングバッグ、そして三和さんの場合はエントリーモデルからハイエンドモデルまで ESC& サーボも含めたパッケージになってるセットっていうのがあります。なので RC カーを始めるときにはお好みの RC カー本体とそういったオールインワンのセットを購入するのが最も分かりやすい選び方かもしれないですね。ということでプロポについては喋り出すとどこまでも長くなってしまうので今回は割愛します。ただもっと予算に合わせたり自身のスタイルに合ったものを選びたいという方はプロポ&受信機のセットを購入してサーボや ESC を単体で購入するっていうのが理想かと思うんですが、これが本当に難しいんです。あまりの数の多さにどれがいいんだろうとか、違うメーカー同士で組み合わせて大丈夫なのかなとか、最初は本当にいろいろわからないことが多いと思うので、ここからはサーボや ESC の選び方&注意点をお話していきます。まずは ESC についてです。この ESC は RC カーのスロットルの感覚やスピードに大きく関わってくる部分です。そしてこの ESC を選ぶときに重要な要素が対応モーター、対応モーターターン数、使用可能バッテリー、ベック出力、機能、そして私個人的には抵抗値を重視しています。ESC を選ぶときにはまず最初に使用したいモーターを決めておく必要があります。モーターといっても昨今の RC カーではブラシレスモーターとブラシモーターが混在して主流となっています。まずはこのブラシレスモーターとブラシモーターの違いですが、この2つは同じモーターではあるものの回転をするための電気の受け取り方が根本的に違うものなので、 ESC もブラシレスモーター用の電気の流し方をするものとブラシモーター対応の電気の流し方をするものが分かれていて、基本的に互換性はありません。なのでどちらのモーターを使うかに合わせて対応する ESC を選ぶ必要があります。しかし中にはタミヤの TBLE シリーズや生産終了してしまいましたが三和の HV02 のように設定を変更することでブラシレスモーター、ブラシモーターの両方に対応可能な ESC っていうものもあります。 RC カー本体の組み立てキットを買うと付属してくるモーターは基本的にはブラシモーターの方で、モーターから出てるハーネスが2本、またはちょっと見えにくいんですけど端子が2箇所ついてるものがブラシモーターです。かたや最近の競技 RC で主流になってるのはブラシレスモーターで、モーターから3本のハーネス、または端子が3箇所ついてるものがブラシレスモーターです。そして昨今のブラシレスモーターはセンサー付きというものがほとんどで、 ESC とモーターを接続するときにメインの3本のハーネスの他にセンサー用のハーネスも接続します。なのでキット付属のブラシモーターを使用する場合にはブラシモーター用の ESC を、モーターが付属してないキットで始める場合はブラシレスモーター&ブラシレスモーター用の ESC を選んでみるっていうのもいいかと思います。ここでよく勘違いされるのがブラシレスモーターの方が早いというお話、これが厳密には違ってまして、ブラシレスモーターの方が抵抗が少なく、より速い回転に対応できる構造を持っているので、確かに超高回転のモーターを選ぼうと思うと、ブラシレスモーターの中から選ぶことにはなりますが、ブラシレスモーターでもターン数や KV 値帯では、ブラシレスモーターよりも低回転なものも存在します。はい、出ました。ターン数、KV 値、なんぞ。
ってなりますよね。まず単数ですが、これは数字が小さいほど高回転なモーターになります。そしてこの単数という表記はブラシモーター、ブラシレスモーターの両方に存在するんですが、構造が異なるのでそれぞれ基準は別だとお考えください。なので例えばブラシレスモーターの 21.5 ターンとブラシモーターの23ターンっていう近い数字であっても、ブラシモーター23ターンの方が基本的には速いんですね。というのもブラシレスモーターの回転は KV 値という数値から割り出すことができます。 KV 値というのはそのモーターに 1V の電圧をかけた時の1分間あたりの回転数を表す数値です。なので仮に 3000kV のブラシレスモーターをニッカドロクセルバッテリーの高照電圧 7.2V で回すと、 3000kV×7.2V で1分間あたり 21,600 回転という数字になります。そしてこの KV 値と単数の関係もモーターによってバラバラで、同じ 21.5 ターンと表記されているものでも 1700kV のものから 2500kV のものもあったりするので、ブラシレスモーターを選ぶときは単数ではなく KV 値で選ぶといいかと思います。ブラシモーターには単数の記載しかなく、同じ23ターンでもモーターによって最高回転数は様々です。しかしおおむね 7.2V で2万回転前後は回るものが多いっていう印象で、仮に 21.5 ターン 1800kV のブラシレスモーターを先ほどと同じく 7.2V で回すと、1分間あたり 12,960 回転とブラシモーターよりも低回転ということになります。なのでブラシレスモーターの方が速いとは一概に言えないわけですね。そしてこの単数や KV 値のお話、これはESC を選ぶ上でも必要な基準になります。ブラシ用、ブラシレス用とどちらの ESC を選ぶ場合であっても、 ESC ごとに対応可能ターン数制限というものがあります。なので小さいターンに対応できる ESC の方がモーター選びの自由度が上がるというイメージです。そして通常10分の1 RC カーの場合は 7.2V のロクセルのニッカドバッテリーや日水バッテリー、そして 7.4V のニセルリポバッテリーや 6.6V のニセルリフェバッテリーを使用することが多いかと思いますが、 ESC によっては 11.1V のサンセルリポバッテリーやそれ以上の電圧のバッテリーを使用できる ESC もあります。なのでモアパワー、モアスピードを求める方にはここも重要なポイントですね。そしてとってとても重要なのがベック出力です。このベック出力というのは冒頭でお話しした通り、受信機やサーボに電源を供給する回路、バッテリーエリミネーターサーキットリーなんですが、このベック出力の電圧と電流が少ないとちょっと大変なことになります。それはハイスペックなサーボが動かせないという事態です。せっかくハイスペックなサーボを購入しても、このベック出力が低い場合はその性能を発揮させられないどころか、場合によっては正常に作動しない場合もあるので注意が必要です。高性能な ESC の場合はこのベック出力の電圧の切り替えができたり、より大電流を供給できるようになっていたりします。最近ではどこのメーカーもこのベック出力が強化されてきてますが、タミヤ製 ESC はこのベック出力を安全を考慮してなのか低めにしてあります。なのでこういった場合には使用できるサーボに制限が出てしまうので特に注意が必要ですね。そして次に機能です。高価にはなってしまいますが、競技志向の ESC を選ぶ場合には機能ももちろん多くなります。例えばブラシレスモーター用の ESC ではモーターの特性を利用してブーストやターボといった一時的に回転数を上げることができる機能を設定できたり、ブラシモーター用の ESC でもモーターの回転を制御するパルス信号の間隔を調整してスロットルの間隔をダイレクトにするのかマイルドにするのかを設定できるものもあります。そして最後に抵抗値です。これは私が個人的に気にしている部分ではありますが、この抵抗値が低い ESC ほどバッテリーの電力をロスなくモーターに伝達してくれて、同じバッテリー同じモーターを使用した場合でもわずかに加速力、最高速度ともに速い印象です。最後の2つに関しては競技志向の方向けのお話かと思いますので、楽しく走らせるときにはそこまで気にする必要はないかと思います。ということでこのあたりを考慮して選んでいただくと、ご自身に合った ESC を選んでいただけるのではないかなと思うんですが、私がよく使う ESC をいくつかご紹介します。まずはこれ、
タミヤ TBLE シリーズですね。タミヤ主催のレースの場合はこれの使用がレギュレーションで義務付けられているカテゴリーがあります。なのでタミヤ主催のレースに参加したいっていう目標がある方はこれも持っておくといいですね。そして気軽に楽しくかつ速いブラシモーター用 ESC ホビーウィングクイックラン1060、海外メーカーの ESC ではありますが、こちらもほとんどの RC ショップで購入可能かと思います。これはもう最近のとりあえずこれの定番かもしれませんね。難しい設定も必要なく、モーターも12ターンと結構な低ターンモーターまで使用可能で、ベックも 6V 3アンペアと安心の出力、さらに防水、個人的に実験した結果性能も申し分ないモデルでございます。そしてそんな ESC がお値段なんと税込み3960円、さらにさらに大人の事情であまり言わない方がいいのかもしれないですが、3話BL シグマ、双葉 MC340CR、 表彰 KA06091W、 この辺りの ESC をちょっと調べてみてください。海外製品だもんなって方もその気持ちが吹っ切れると思います。そしてブラシレス用 ESC だとこれも同じくホビーウィングのクイックラン 10BL120G2 ですね。今手元にあるこの ESC は見た目はほぼ同じですが旧モデルのタイプなんですけど、こちらもなんといってもローコスト、そして機能面も着々とアップデートされてて、現行モデルの G2 ではブーストやターボ機能もあり、さらにベック出力電圧の切り替えも可能になってます。他のメーカーさんの ESC では普通に1万円を超えてしまうレベルの機能やスペックを持ってて、センサー付きセンサーレスの両方のブラシレスモーターに対応、モーターも 4.5 ターンまで使用可能で、なんと定価は9075円、正規代理店のオンラインサイトで買ってもなんと7260円税込みというものすごいローコストなブラシレス ESC ですね。正直このスペックでこの金額ってすごいですよね。各日本メーカーが OEM 商品にしてしまうレベルで信用されてるメーカーで、安心感もあるので初めてのブラシレスモーターでも導入しやすいモデルなんじゃないかなと思います。他にもおすすめしたい ESC はあるんですが、正直価格が結構高いので今回はこの3つに絞らせていただきました。でここからはサーボのお話。サーボはちょっとこだわって選びたいところですね。というのもサーボの性能がステアリングの操作感に直結するからです。サーボの場合は初心者の方でもすぐ良さに気づけちゃうぐらい変わります。それくらい重要なこのステアリングサーボなんですけど、ではこのサーボどうやって選んだらいいのかお話していきます。まず大きく分けてアナログサーボとデジタルサーボっていう2種類があるんですけど、細かい構造については今回割愛させていただいて、単純にアナログサーボとデジタルサーボでは制御の仕方と使う電力が違うんですね。アナログサーボの魅力というのはまずなんといってもローコスト、そして消費電力が少ないっていう2点があるかなと思います。ただし力が弱かったりとかスピードが遅かったりとかリニアの反応とはちょっと言いづらいんですよね。とはいえしっかりホビー RC としての走り味を楽しめるものではあります。でもどうしても反応が少し遅れてくる感覚はあるので、操縦に慣れてくると物足りなさを感じてしまう部分でもあるかと思います。なのでぜひですねサーボはこだわって選んでいただきたいということで、次にデジタルサーボの魅力なんですけど、とにかく動きが速いものや自分好みにプログラミングできるモデルがあるっていう点が挙げられます。ですがもちろん性能は上がるもののスペックが高くなるほどお値段も上がっていきます。サーボを選ぶときに重視する部分は基本的にスピードとトルクになってくると思うんですけど、ざっくりですがスピードはおおむね 0.1 秒以下、トルクは10キロなくとも7から8キロ程度あればかなり高い操作性を感じられるかと思いますね。そしてプロポとサーボのメーカーを揃えることでより速いレスポンスで使用可能なモデルもありますので、競技志向の方はそういった部分も重視して選ぶっていうのも重要かもしれないですね。そしてこのサーボを選ぶときにも注意点があります。先ほどの ESC のベックのお話でもお伝えした部分ですね。ここでややこしいのがサーボには対応電圧は書いてあっても電流量までは記載されてません。なのでベック出力が低いタミヤ製 ESC を使用する場合にはあまりにもハイスペックなサーボは避けて省電力で動くサーボに絞って選びましょう。そしてサーボのサイズなんですが、ロープロファイルって呼ばれる背の低いタイプのものやスタンダードと呼ばれる通常サイズのものがあります。一概にどちらがいいっていうわけではありませんが、搭載する RC カー側に指定のサーボサイズがある場合があるので、そ
そういった部分も注意して選んでくださいね。ということで私が普段から愛用しているサーボをご紹介していこうと思います。ベック出力に不安のない ESC と併用する場合にはまずこれですね、サンワさんの BGS-CL2 6V 使用時には 0.1 秒のスピードと 14.7 キロの十分なトルクがあって、価格も中間層のモデルなので比較的購入しやすいイメージです。さらにサンワ製の太陽プロポ&受信機と併用することで各パラメーターを調整することも可能なプログラマブルサーボになっております。そして私的に最も使用頻度が高いサーボがこちら、サボックスSC1251MG+。 今搭載しているこのモデルは旧モデルなのでプラスではないんですけど、一時期販売してたブラックエディションで、通常モデルだとここがオレンジ色なんですけど、これはブラックでさらに黒い字で暗黒って書いてあって、ちょっとこう中二病心をくすぐるモデルです。 6V 使用時で 0.09 秒のスピードと 9kg のトルク、プログラム変更はできないんですけど、いい感じのスペックと価格が魅力です。私のバギーシャーシは実はほとんどこのサーボ使ってます。で、このサボックスというメーカーは台湾のメーカーで、トライコアという会社のサーボブランドがこのサボックスです。実はですね、国内の有名家電メーカーさんや自動車産業に電子部品を供給してたりして、こういった小型モーターを超得意とする企業さんなので、個人的には品質に惚れて愛用させてもらってます。あとはがっつり競技志向で使ってるマシンにはこれ系の双葉のハイスペックのサーボを使ったりしてますが、正直結構お値段がということで今回は省略。でも使ってみるとすごいですよ。そしてあとはタミヤ製 ESC でも使用可能で、なおかつスペックもしっかりしてるサーボの話もしていきますね。実はタミヤ主催レース向けにサンワさんや KO プロポさんが省電力でプログラム変更も可能なサーボをラインナップしてくれてます。ちょっと手元になくて申し訳ないんですけど、サンワ PGS-CLE、 スピードは 0.11 秒、トルクは 10.8 キロとしっかりしたスペックを持ってて、サンワ製の太陽プロポ&受信機を使用することでこちらもプログラム変更が可能だったり、よりハイレスポンスなモードにも対応してます。そして KO プロポ RSX4S110X Type D、 6V 使用時のスペックはスピード 0.1 秒、トルク 11.8 キロ、少しだけサンワさんを上回ってる感じですね。こちらはモデルセレクターというプログラム変更用のカードを使用することで、プリセットしてあるプログラムを選択して落とし込むことができる、まさにタミヤレース特化型のサーボですね。同じく KO プロポ製のプロポと組み合わせることでより速い反応速度を得られます。2つともタミヤのオプションカラーに合わせたブルー基調のデザインで、シャーシに統一感を持たせられるのもいいですよね。あとはコストを重視して選ぶと、サンワ HVS702 というサーボも手軽にデジタルサーボの良さを体感できるいいサーボだと思います。今でこそサボックスに頼ってますが、それまで私もこのサーボばっかり使ってましたね。こちらもプログラム変更はできませんが、ローコストなモデルで 6V 使用時スピードが 0.12 秒、トルク 7kg、 先日のサーボたちがいいスペックなんで少し数字は見劣りしちゃうんですけど、操作感としては申し分なく、当時サンワ製のベックが低い ESC とセットになって販売されていたこともあるので、おそらくこれ消費電力も少なめなのかな。タミヤ製の ESC で動かしてても今のところ不具合を感じたこともないので、ひとまずデジタルサーボを体感してみたいっていう感じで選んでいただくのもありかなと思いますね。他にもいっぱい紹介したいんですが、今回はこれくらいにしておきましょう。最後にですね、他社製メカ同士の組み合わせについてなんですけど、各メーカーさん的には保証の対象外にはなってしまうかと思いますが、メカ類は統一する必要はなく、いろんな組み合わせで使用が可能です。なのでそれぞれお気に入りのものを使用していただければなと思いますが、一つ注意点としてはコネクター形状ですね。このコネクター形状が各メーカーで若干異なってて、特に三和製の受信機に他社製のメーカーを接続する際にはコネクターの消化口が必要になります。コネクターの形状の違いや加工方法については以前動画でもご紹介しておりますので、気になる方はそちらもチェックしていただければなと思います。で、このコネクターについては差し込みさえできてしまえば使用可能なので、ぜひですねお好みのメカを厳選して愛車を育てていただければなと思います。もちろんですね、ご自身の遊び方に合わせて選んでいただくっていうのが大事で、無理して高いものを買う必要は全くないと思います。ですがオプションパーツを組む前に一度こういったメカ
カルイにも目を向けていただくと、予想以上に操作性も良くなって、その効果は体感しやすいものですので、あ、これラシコンハマったわって方はですね、ぜひメカ選びも楽しんでいただければなと思います。いやー、今日はよう喋った。終わりー。